パルちゃん髪すごいねって言っただけで、ああクラミジア拡散されて、ここの会場、これ僕の家で、今家ないんで、彼女駆け込み寺です。駆け込み寺配信者の、困ったらこの家に来たら、はい、もう仕事を辞めて配信頑張っていこうっていう人がもしいたら、はい、まあ3日ぐらいなら、はい、まあ来てもいいですよ、はい、僕もねそういう時期あったんで、うん、はい、家なくなって新宿で、うん、サウナ暮らししてからね、うん、女の家探したりしてたんで、ゼリーで一応2キロ痩せたんですけど、うん、3キロ増えました。うさちゃんがクラミジアになってから、この時間から活動する人は分かんないんだね、うん、誰からとしたらちょっと分かりません。0125さんって育ったんですか、結局、ね、うん、今、太郎って名前で、あ、名前変えたんですか、太郎って名前で0125って、ちょっとイギリスとと絡んでるけど、うん、ちょっと伸び悩んでますね、うん、センス、やっぱりこの前なんかパトロールした、なんかいたよね、誰だっけな、しめじ、なんかそういう人もちょっと伸びてないですね、うん、イギリスの弟子になった、ちょっとずっと運転手やって、一番行っちゃダメなとこ行っちゃったね。 あ、ナナメさんね、ナナメさんどう、ナナメふわっちパトロールして、うん、マリオくんもちょっと分かんないね、ナナメ知らない、うん、男の人、うん、なんかマウ、マウ、はい、政治の、政治が可愛がってたの、いや可愛がってないです、可愛がってない、勝手に真似されただけ、勝手に真似されただけ。マウさん配信始める前に、うん、僕のリスナーさんだった人がマウがたか友達かわからないですけど、うん、お前配信やったらバズるよって、俺に似てるからつって勧められてやったみたいです。喋り方とかなんか似てるよね、寄せてきてるらしいですよ、わざと、すごい迷惑です。迷惑です、うん、あれどこもうあんま伸びてない、伸びてないんじゃないですか、ダメだよ、100人の壁ちょっと熱いですよやっぱり、うん、振り切ってないですからね、クズですけど、伸びる伸びるって言われてますけど、うん、そうなんだ、現状維持です。天然さんぐらいか、ちょっと伸びたのね、うん、ナイスをしました、ありがとうございます、あ、お願いします、あと80人お願いします。うちの空き家来ますか、5795さん、5795、え、来てるらしいです、家に来ますか、出荷先どこに、あ、皆さんどこかわからないし、ちょっとアイテム付きで、 どういう方かわからないから、アイテム付きでお願いします、あとは DM ください、マジでコメントだけの人多いよ、そうそうそう、ずっと誰でも書けるから、寝っ転がりながらこうやって、うち来ますかとか書けるから誰でも、狐枠だし、うん、寝ながらやってるでしょ、マジでないよ適当に、じゃあ俺、ちなみに俺もちょっと募集しようかな、うん、うん、いや萌えのコーナーもせいちゃんのことぐちぐち言うからダメ、うん、文句ばっかり言うから、関東ですけど、関東だってもう大きすぎるんで、ちょっともうちょっと、うん、うん、東京とか埼玉と神奈川で、俺もちょっと居座りたいかな、ちょっと、うん、来てほしいけど 1K、うん、中目黒、埼玉です、埼玉、ちょっと LINE ツアーできます、これ男性じゃないこれ、あ、男性、どうしました、 LINE ツアーできます、ええ、フォロー1、フォロワー0、あ、怖いですね、ステーカー、うん、怖い、 NG ないの、あの脱税です、うん、ちょっと NG ワードにしてるんで、何かあれば、はい、脱税になってますんで、はい、あと通報とかも、もう通報通報うるさいんでしてます、はい、カタカナで書くとね NG ワードならないんでやめてくださいね、はい、漢字で NG ワードでなりますんで、はい、あのカタカナひらがなやめてくださいね、あとゆまるとかねひらがなで、はい、ちょっとゆまる中が多くて、今でもずっとゆまるがとかって言ってる人が多いん でこっそりはひらがな、これね一番初めに作った NG ワード、これにあのイベントのやつもらったから、一応ゆまりんとかね、ゆまパブとかね、忙しい名前をコロコロ変えてね、ゆまりんかわいい、メンヘラだよ、メンヘラ、まあ、結局やっぱコメントしてもいないでしょ、出荷先ね、うん、NG なってますか、はい、なってます、どうされました、男性の方なってますよ、
ミーコはなんか案件の話で配信外で話したいって言うから配信終わったら電話してみる。うん、後ろの子、明日送るね。いい子だからね。クルちゃんと似合ってるっていうか、みんないい子なんだよ。俺が配信してなかったらみんなとうまくいってると思うよ、うん、だって俺初めての人と結婚するぐらいだよ。7年付き合って、うん、誰でもよかったんだ、誰でもうまくいってたんだって、うん、配信してるとダメなんだって。配信のだから、新幹線代もう3万円あげたからいいんじゃない。うん、配信やめたらちょっと幸せになりたいな。配信やめる、いつかそんな日が来るんじゃない。時代が変わる、あと3年もしたらもう時代変わってるんじゃない。大きくどう、そんな気がするよ俺ね。あの10年後は、10年後の予想をしてみてすると、俺は一人で寂しく生きてそう。10年後、自分がどうなってるかって言ったら、まあ 1K ぐらいのアパートでなんか一人寂しく、なんかオナニーしながら生きてそう。生きてるのもう怖いな、やめてよ、殺さないでよ。 DM します。はい、あのついでにね、あの家来ますか系は Twitter の固定プロフィールに LINE が貼ってあるんで、そのまま LINE 送ってください。お願いします。いや貯金はしてるんだけど、まあ、金遣い荒いって言っても配信でしか使ってないから、配信してなかったらあれだけどね。ずっと人気、いやそんなことないでしょ。なんか寂しくなってきた。いやお金あるってその大してないって、いろいろ払ってたら残んないから、これ本当だよ。稼いでるように見えるけどね、よく見えるけど、うん、マジで残んないですよ。ゆきちゃんのところに行けば、なんで柏のゆきのところに行かなきゃいけないの。大概にしろよ、本当に。行きたかねえよ、だったら家で一人で家いるよ、うん、いや半分は持ってかれないけど、まあ分かりやすく言えば花火一発もらって残るのが300円か350円ぐらいじゃない、うん、それぐらい大きいってことですよ、うん、ざっくり分かりやすく言えばね。寝落ちも多いっすよ、まったりしてるでしょ、みんなね寝落ちするんだ。だから一日終わってみんなを寝落ちさせるまでが僕の仕事で、朝までやってると、あの一桁の人がね、またおはようっていうコメントしてくれるんだよ、うん、枠で寝て、で枠で起きておはようとかもいるんだよ。でしょ、これ見てみて、狐の号数がどんどん高いでしょ。一桁とかね、いないでしょ。お、老けた、うん、あんま変わんないんじゃない、老けたか、うん、おじさんだから疲れも溜まってるしね。寝ます、あいいよいいよ、もう寝な、みんなね、困ったり俺の声聞いてるんでしょ、いつもそうだもんね。眠くない、眠いよ、さっき昨日何時に終わった、9時ぐらいに配信終わったっけ、10時ぐらいだっけ。そっから12時にアラームかけてやってるんだよ。真面目じゃない？割と。今月そういう生活をちょっとずっとしないとなって。9時だっけ？だから10、11、12。だから3時間ぐらい寝てるんだって。うん。LINE してもいい？要件なんです？今一番何したい？何したいだろう。今一番嬉しいのは、あのナイスをしてもらうことそれが何よりも嬉しいです。生きててね、ナイスをしてもらうことが生きがいですよ。それ以外の欲は、まあ、特にないかな。寂しくなる、まあそうだろうね、寂しくなると思う。ナイスはごめんなさいっていうコメントが傷つくからもう謝らないね。
まあでも今2位って誰なの？養分？養分もまあね、まったりやるだろうし、まあ俺もまったりやって、まあ互角ぐらい行くんじゃない？普通にまったりしてこう喋っといてもね。で、何か向こうが動くんだったら動けばいいんだ。どう？俺の作戦そういう感じ。うん、レビゾーさんちょっとわかんないな。でも怖い。でもあそこも強いよね、ほんと。この前よくわからないことを俺当てつけされなんかされたけどね、その後なんかね、いろんなあの元カノが浮気を暴露したんだっけ。それでも強いよね。強くない？養分さん、さすが先月の王者だよね。もんじゅうつ、俺も行こうかな。ナナちゃんに誘われたから沖縄行くんなら俺も行こうかな。うん、直接対決しようかな。もうそれしかないじゃん、行くんなら。うん、でもんじゅりチートでどちらどっちに押すのかみたいな。あ、ラブだよ。そういう展開はなかなかなくない？あ、みーちゃんありがとうね。いや、慣れ合うっていうか、まあと思う。あのちょっと前来てたじゃん、東京にね。その時本当は会おうって思ってたんだよ、前は。でも会わなかった、会わなかったですね。ようこちゃん救って、あのフォローされてたね。フォローされてたから大丈夫ってコメントしたけど、ずっとない。よっぽど辛いのかな。うん、配信つけてずっと泣いてるんだよ。うん、でも俺の経験上ね、あの配信ついた途端泣いてる人は、あのよし泣こうと思って配信つけてると思う。あの泣く時ってなんかそういうタイミングじゃなくない、うん、とは思ったかな。配信ボタンを押した時点でよし泣こうってやってる気がするけど、配信してる途中に泣いちゃうのはまだわかる気がするんだよ。うん、普通はまあ本当に辛かったらまあ配信はまあしないけどね。うん、病むのはわかるけどね。うん、みんなと喋ってる時に本当辛くなって思わず泣き出してしまうっていうのはまだわかるけど、配信つけた途端に泣いてるっていうのはとはちょっと思ったかな。いや、未練もあって、でも絶対的にもう無理じゃん。 100% 無理なんだよ。養分ってもうあそこまでなったら絶対に無理だから、また会ったりとか復縁っていうのは無理で、その憎しみでやってると思うね。うん、そんな気がする。とかちなみに俺トイレ食ってからずっと便秘だわ。せいちゃんって便秘？最近。いや、あ、違うんだ。改便なんだ。ずっと便秘だな。つか配信者はね、本当に怖いよ。俺もせいちゃんもそうだけど、何百人を相手にしてるわけじゃん。一人を相手にした時にあのマジで神対応だから、付き合うと抜け出せなくなるよ。うん、気をつけた方がいいよ。あの依存しちゃうよ多分。毎日何百人相手してね、みんなのコメント見ながらやってるから、うん、対一人になった時に多分どこまでも神対応、普通の人よりも扱いうまいと思うよ。抜け出せなくなっちゃうんだよ。いいことなんだけど、その分別れた時の反動がすごい、すごいと思う。配信外はスイッチ入ってないよ。で、配信外、せいちゃん普通だもん。うん、今可愛いけど普通に喋ってるよ。やっぱ配信するとやっぱスイッチ入るんだよ。喋らないわけじゃないけど普通に喋ってるね。ねえせいちゃん。うん、うん、で、ああだねこうだねってしてる。ちょっともうねえせいちゃん寝かせないと、そろそろ。いや、仙台スまで寝れないよ。ねえ、うん、ネグレクトで叩かれちゃうよ。うん、仙台スまで寝れない俺が。だか、仙台ス行った。ちなみにこれせいちゃん可愛いって言ってる、せいちゃんの年上、せいちゃんって41歳だっけ？と年上？年
年下にね可愛いって言ってもらえるんだからね、いいよねこれ。ふわっちって、あ、年下に可愛いって言ってもらえるね、うん、俺もたまに可愛いって言われるけど。50の親父が可愛いって言ってるの？せいちゃん見て、50のおっさんが。勘弁してくださいよ本当にねえ。50のおっさんすら可愛く見えるの？僕35歳、うん、ゼロ番も可愛い。最近せいちゃん可愛いばっかりじゃん、うん、せいちゃんといるとマジで可愛いって言われない。あ、26歳。でも最近の若い子って結構おじさん好き多いでしょ。おじさん好き多くない？全然いけるよね、40代とか30代でも。で最近ちょっとあの元カノも22歳、うさちゃん22歳で13個離れてるから、もうちょっと年齢が近いとかね、同年代がちょっと年上とかにしないとね。年上にモテないんだよ、年下ばっかりなんだけど。で年上でもあの既婚者とか、うん、そういう人なんですよ。既婚者ちょっと一線越えれないみたいな。で年上全然いけるんだけど、うん、その年齢はやっぱ既婚者が多い。でちょっとこれ言いづらいんだけど、あの年上でお誘いが来る人っていうのはちょっと闇が深い人なん、俺が抱えきれないような人。さすがにそれ俺抱えきれないんだよ、そういう人は。あのリリーさんとかあったら全然いいんだけど、あのうつでとかさ、そのネガティブな人が多いかな。うさの寝顔、まあ、ちょっとネタにできない。うさちょっとせいちゃんダメ、うさちゃんちょっとかわいそう。いや、やっぱりあの配信者ってあのとんでもない顔するときあるじゃん。それってもう雑談たぬきでもう何ヶ月何年にもわたりさらされ続けるんだけど、ちょっとうさはそれ俺ちょっとリスナーさんだからちょっとしてあげれない。ちょっとせいちゃんごめん、うん、俺もあの隠し撮りされて元カノにもうさらされたんだよ、股間だけ隠れてるやつね。せいちゃんこっちおいで、ちょっと休ませてあげて、女の子だしね、そこまで配信に人生かけてない子だからね。ゼロワンだけが見て感想、いや普通に可愛いよ、うん、あのどんだけ腹が立つ子供でも寝顔見るとあの落ち着くらしいですよ、親って。ふとした時に子供の寝顔見ると、ああ守ってあげなきゃなって思うらしいよ。でもあの無呼吸症候群なんだ、無呼吸症候群なんだけど口を開けて寝るんだよ。ですげえ不細工だけど、あの元カノには可愛いって言われてた、可愛く見えてくる。ゆさちゃんも初め不細工だなと思ったけど、今じゃアイドルみたいにかっこよく見えてるらしい。40歳はダメですか？あの年齢関係ないんでね。